イリーナ・スコブツェワは、ソビエト連邦、ロシアの映画女優。1927年に、旧ソ連のトゥーラで、気象学の学者である父コンスタンチン・スコブツェフと、公文書調査員の母ジュリア・ニコラエブナの間に、出生。モスクワ大学歴史学部で学び、1951年に、モスクワ芸術座に入って、演技を学び、1955年に女優として、卒業した。1955年に、ウィリアム・シェイクスピア原作のオセロのソ連での映画化で、デズデモーナ役で出演し、映画デビュー。オセロ役のセルゲイ・ボンダルチュクと共演した。この作品は、カンヌ国際映画祭で監督賞を受賞している。1959年に、ボンダルチュクと結婚、娘のイエレーナ、息子のヒョードルの2子を設けた。二人とも後に俳優となっている。ボンダルチュクとは、彼が監督、主演を務めたレフトルストイ原作の戦争と平和で夫婦を演じている。戦争と平和は、米国アカデミー賞外国語映画賞など数々の賞を受賞。1966年6月19日、戦争と平和第1部の日本公開のため、ボンダルチュク、ナターシャ役のリュドミラ・サベイリエは、アンドレイ役のバチェスラフ・チーホノフと共に、日本を訪問した。ありがとうございます。